ぐそこの交差点に4つもあるのに、どこもかしこも電話ボックスだらけ。おー、このバスの何とも言えぬ古めかしさ。走ってる車全部かくまってていかつい。あの看板見たことある。昭和タグの解雇動画で見た動画と同じ。信号機も分厚いな。勝手にうろちょろするな、キサラギ。ねえねえ、この頃ってみんなスマホ持ってないんでしょ？信じらんない。どうやって連絡取り合うの？何あれ、極めつけ髪型すんごい。ああ、ダメ笑う。何それ、リーゼントっての？昭和おかしい。何笑ってんだ。ああ、笑うでしょそれ。お前喧嘩売ってんのか？何それ、リクショーは何笑…あ？笑うでしょ。お前喧嘩…キビ、すまない。この子はその…少し人とずれてて。ちょっと、変人扱い？言ってくれ、後でよく言い含めておく。変な奴ら…たく胸くそ悪い。面倒を起こすな。この時代の理解者の協力で我々はここに受け入れられている。我々は異質な難民ということを忘れるな。私たちを保護する理解者、軍事企業の敷島でしょ。彼らが欲しいのは未来の技術だけだわ。利用されてんじゃないの？君はそこまで知らなくていい。桜高校、場所は知っているな。君には同じ学校に通ってもらう。同じじゃない、通ってる子たちはママより年上よ。ここじゃない、私の学校は2025年だよ。元の場所に戻してよ。説明したはずだ、世界は壊滅したと。もしそれが本当ならママとパパも助けに戻らないと。戻っても誰もいない。もう手遅れなんだ。時間転移の許可は下りない。それもあいつらの命令？私を勝手にここへ連れてきて、そっちの言葉だけ信じろっていうの？そうだ、我々と退避できた君は少なくとも幸運だ。キサラギ君、君の気持ちは理解できるが、どうか協力してほしい。こちらが正式に説明するまで、勝手な行動はもちろん目立ってもいけない。ともかく君は学校に通うんだ。分かったね。うさみちゃん、そんなにたくさん何の本借りたの？ねえ、その本見てもいい？面白いもんじゃないよ、ちょっとだけ。どれどれ。会社四季報、企業案内に経済誌も、
うさみちゃんすごい。キャリアウーマン目指してるの？いや、その大企業の弱みを握って操ったりできないかななんて思って。え、うさみちゃんやっぱり少し変わってる。ネットがあったらすぐなのに、本で情報集めんの大変よ。ネット？ああ、その大変よね、と、なんつって。美和子に聞いてもしょうがないけど、四季島重工って会社のことなんか知ってたりしない？四季島、船とか作ってる会社よね。ああ、私の幼なじみに確かお父さんが四季島に勤めてる子がいるよ。なんと。美和子、お願いがあるの。その子紹介して。いいよ。よし。大企業なんて中は大抵不正と改ざんだらけ。弱みに一歩近づいた。幼なじみって同じ学校だったのね。でも来ないね。待ち合わせ間違えてんじゃない？ううん、来たくないとか。ちゃんと伝えたし大丈夫、来るよ。約束は破らない子だから。ぎよう来てやったぜ。あの時のリーゼント頭、ちょっとこれどういうことなの？彼が幼馴染の尾形念次君。嘘。で、美和子、どこにいんの？俺のこと好きって可愛い子じゃん。え？あの、その、彼女、うさみちゃん。あ？俺の頭にイチャモンつけた、チンクシャじゃねえか。なんだそりゃ。だけど、悪口なのはわかるぞ。ちょっと待って、なんて言って呼び出したの？話がある子がいるって。それでなんで告白だと思うの？アホじゃないの？なんだとこら。がっかりさせやがって。いや、それはこっちのセリフだ。喧嘩はダメだよ。いたいた、いないから探したじゃない。今のって、あれ、確かに今ここにいたのに。うさみちゃん、うさみちゃん。よかった、起きないから。死んじゃったかと思ったよ。何がどうなってんの？わかんないよ。何か光ったと思ったらこうなってて。見てて。大丈夫か、リーゼント？俺は尾形念次だ。覚えとけ、チンクシャ。悪かったな、リーゼント。私は如月富。変な呼び方すんな。この甘。喧嘩してる場合じゃないよ。そこら中のビルが崩れてる。これってまるで攻撃されたんだ。何か知ってるの？一瞬のうちに街が破壊されてる。ピカッと光っただろう。核戦争が起きたんだ。隠す
てたら放射能で死んじゃうよ。逃げなきゃまずいよ。落ち着け美和子。私たち学校にいたよね。でもここ町の方じゃない？そりゃ多分爆風でここまで飛ばされたんだ。やはりアホだったかな。あんたならきっと核爆発にも耐えられるよ。じゃあこれは何が起きてんだよ。ここってもしかして。ここ欅町だ。え、本当だ。電柱の表示板、商店街の近くらへんね。なんだと？学校からだいぶあるじゃねえか。何が起こったかわからねえが、誰もいねえとこ見ると避難したんじゃねえか。じゃあみんなはどこ行っちゃったの？美和子、パパ、ママ。何が起こって誰もいねえとこ避難したんじゃね。待って、何の音？じゃねえよな。でかすぎる。行ったようだ。ここは二人が知ってる街じゃない。壊れちゃって面影がないけど、多分ここは2025年。2025年って何言ってんだ。もともとこっちに住んでたの私。あんたから見たら未来人ってこと。